こんにちは、粟田洋介です。私のチャンネルではいつも皆様とアートの楽しさを共有したいと思い動画を作っています。でも楽しいばかりがアートではありません。苦しみとか悲しみとかネガティブの感情から生まれる芸術もたくさんあります。そしてそういった感情っていうのもまた素晴らしく、そういったものを表現した作品っていうのも人の心を大きく動かし深く感動をさせるものなんだと思います。ネガティブな感情っていうのもいろいろあって、ちょっと今ふっと思いつくのがメキシコのフリーダ・カーロ。彼女は学生の時通学バスに乗っていて、そのバスが交通事故にあって脊髄だったかな、なんか大きな怪我をします。そしてその怪我の後遺症でものすごい痛みに一生涯苦しむことになります。フリーダ・カーロの作品はその痛み苦しみっていうのがすごく描かれています。それから結構前の動画で紹介したんですが、ノルウェーの画家エロワールド・ムンク、彼は不安とか憂鬱とかね、そういうことに苦しんでいた人です。死への恐怖とかね、精神病も患っていたようです。あの有名な叫びもそうなんですけど、不安とか憂鬱とかね、精神の苦しみっていうんですかね、そういったものを表現した芸術家でした。それからスペインのパブロ・ピカソですね。有名な大きな作品ゲルニカ、まあその他にもありますが、戦争での一般市民の悲しみ苦しみ、そういったものを描いています。それから日本の岡本太郎、メキシコで描かれたという巨大な壁画が今渋谷にあるそうなんですが、その作品っていうのも確か美しい怒りなんて言葉があったような気がするんですけど、水爆実験によって日本の漁船に乗ってた人たちが被爆してお亡くなりになったとか、そういったものに対する怒りからあの作品が生まれたと言われています。まあ他にもキリがないほどたくさんの芸術家たちが苦しみや悲しみ、それから怒りとか、そういったネガティブな感情を素晴らしい芸術作品として表現してきました。そして現在もそういった芸術家はたくさんいらっしゃると思います。私は自分自身楽しい人生を生きていきたいので、自分が楽しいと思う作品を作ってるんですが、私自身も悲しい時もあれば辛い時もあります。そんなわけで今日は2014年から15年、まあ今から10年前のことなんですが、私の家庭が崩壊していった、まあ私にとって結構辛い時期だったんですが、まあその頃の作品を見ていただきながら、私の恥さらしの話にならないように、ちょっとねネガティブな感情のアートの話、そういったものをしていきたいと思います。では私自身のネガティブなエネルギーで描いた作品についてお話ししたいと思います。まあさっきも言ったように私の家庭が崩壊した時なんですが、その期間のどのぐらいの間だろうな、苦しくて切ない恋愛とか愛とか、そういったものをテーマに多く絵を描きました。なんか2014年2015年、1年か2年で描いた作品っていうのもスケッチブックだけでもこんなにあるのでなんかお見せするのは一冊のスケッチブックの一部だけで時間がなくなっちゃいそうな気がします。これは出会いっていう2015年の作品なんですけど、多分タイトルは後付けだと思います。もう描きたいようにバーって描いて、久しぶりにこの絵を見たんですが、見てると絵の中でいろんなことが起きていて、なんかわけわからないんですけど、出会いっていうのはこんなもんなのかなって気がしますこの白黒なんですけど、この雰囲気とかこのなんて言うんですかね、なんか感じるものがあるんじゃないかと思うんですが、そういった雰囲気とかその感じですね、そういったものは考えながら描いていました。作風とかちょっと今と変わってはいますが、描くときの考えるパターンみたいのはほとんどっていうか全然変わってないんじゃないかなと思います。悲しいときも楽しいときもそういったパターンっていうのはなんか同じだなと思います。でちょっとこれは2色の絵なんですけど、現実と妄想っていう絵ですね。ちょっとエロティックな感じがしますね。特に私は自分の私生活とか自分のことを書いたわけじゃなくて、まあ主観的じゃなくて第三者のことを書いたつもりで書いています。この作品なんかは私のエロティックな表現です。私はこの頃展示会をいくつか企画してたんですけど、この2014年15年とかに企画した展示会っていうのは道ならぬ純愛っていう、その名の通り道ならぬ純愛、
あってはならない恋愛なんだけど、もうものすごい純愛、純粋な愛、そういったことをテーマの、まあ、道ならぬ純愛っていう企画展ですね。まあ、十数名の個性的な作家さんに集まっていただいて、とても面白い展示会になったんですが、その後は裏と表っていう展示会も企画したんですけど、人には表と裏がある二面性ですね。で、これも20名近くの個性的なアーティストさんに集まっていただいて、なんか面白い展示会になりましたが、どのテーマもなんか陽気でポジティブなもんじゃないですよね。なんかネガティブって言ったら変なんですけど、ちょっと陰湿になりうるようなテーマですよね。そういった企画展に出すための絵を描いてたので、そういう絵を描いていました。だけどこの企画展のために描いたからこういう作品になったっていうよりも、もう10年経ったので、もう開き直って言いますと、もう私生活で考えていたことが明るいことばっかじゃないし、人の心とか人の内面的なことを考えた時に、道ならぬ純愛とか裏と表とか、そういうちょっとあんまり陽気じゃないテーマ、そういったものを思いつかせたんじゃないかと思います。人生山あり谷あり、まあ何が谷で何が山だか分かりませんが、この変化っていうのが作風だとか、あと考えることとか、なんかいろんなことに影響しないはずがないと思っています。まあ辛いこともあれば楽しいこともある。だから人生って素晴らしいもんだと思うし、そしてそれを表現する一つの手段として絵を描くとか、そういったアートっていうものがあって、だからこそアートっていうのは楽しいものなんじゃないかと思います。で、これちょっとタイトルがわからないんですけど、こんな感じのイメージですね。ただこういうサイケデリックな感じに描きたかった、それからこういう色合いで描いてみたかったっていうのがあるんですけど、その雰囲気ですね。まあほとんどの私の作品そうだと思うんですけど、なんか言葉でこれはこうでこうっていうんじゃなくて、なんかを感じながら描いているので、何かを感じ取る作品なんじゃないかなと思います。なんかこれはカボチャが出てきてるので、ハロウィンの時に描いたんじゃないかと思うんですけど、タイトルがちょっと書いてありません。なんかこの絵だけ見てこの時期に描いたっていうと、なんかそういう苦しみの感情から出来上がったものなのかななんて思えなくもないんですけど、よく見るとこれ陽気な絵ですよね。確かに苦しい時期ではあったんですけど、別に私はその間ずっと苦しんでたわけじゃなくて、その問題を忘れてる時もありましたし、ちょっとポジティブに考えてる時もあったし、新しい人生が始められるとか、あとはその状況をジョークに変えてなんか笑ってしまうなんて時もあったかもしれません。苦しみとか悲しみをどう受け取るか、もう本当に苦しくて悲しい時は、もう苦しくて悲しい以外の何もでもないかもしれませんが、元々の私の性格がふざけすぎてるからなのか、ちょっとわからないんですが、この負の感情をジョークにした作品もたくさんあります。これは着せ替え人形っていう絵なんですけど、ちょっとこれは私自身の状況を描いたんじゃなくて、ある人が離婚して、で、前の配偶者に出会った時に、その人が変わっていたっていう話を聞いて、そしてその話をちょっと変えて、尾びれ、背びれをつけて、勝手に作ったことなんですが、字を右から読んでいくと、あなたの引き締まったボディも、私の栄養管理のおかげなの。私がいなけりゃ、あんたなんてゴミ同然だわ。あなたの選んだ道だから、所詮あの男は私の着せ替え人形。苦しむだけ苦しんだらいいのよ。別れた後は次の女の趣味の悪いダサい服を着るのね。計画性もないあなたの人生なんて合ってないようなもんよ。あなたの着ていたかっこいい服は全て私が選んだもの。これからダサい服を着てお幸せに、と書いてあります。なんかもう9年も前に描いた絵で、なんて書いてあったか忘れてて久しぶり見て大笑いしていました。もうすごい笑いが止まんなくなっちゃったんですけど、その後にこれは私の変なユーモアのセンスで、これを見ても面白いとも何とも思わない人がたくさんいるんだろうなと思うと、また余計おかしくなって笑いが止まらなくなっていました。これはタイトルがない絵なんですが、ちょっとなんか雰囲気のある感じで、これもなんか怪しい感じの絵ですね。なんかこのスケッチブックの絵っていうのはなんか統一性がありますね。結構この頃スケッチブックに描いてた絵をビリって破いて、それを額に入れて、それで展示してたんですけど、このスケッチブックを破いてないっていうことは、多分人に見せたこともない絵なのかもしれませんね。ちょっと紙が余っててもったいないんだけど、最後のページですね。これはおぼつかぬデートっていうタイトルです。多分これもタイトル後付けだと思うんですけど、なんかエロティックな絵ですね。で、なんかこの男女が描かれてるんですけど、
この二人はなんか不自然な感じがしますね。まあビジュアル的にはなんか合ってるんだけど、これが初デートだとしたらなんか不自然な感じがするし、なんかぎこちない感じはするし、この男性の頭の中にあるのは何かとか、この女性は何を考えてるのかとかね、そういう答えは決めて書いてないと思うんですけど、なんか私にはこの男性は性のことしか考えてない、この女性は何なんだろうな、何考えてるかちょっとわからないですけど、まあ9年前の話なので私は書いた時に何を考えてたかは覚えていません。勝手に見て今想像したことなんですけど、私は自分の作品って自分でこういうものだって答え決めないで、見て勝手に想像して一人一人の想像で楽しんでいただきたいなと思っています。でも書いてる時はそんなことも考えてないかもしれませんね。苦しみや悲しみ、そういった思いで作った作品っていうのは本当に素晴らしいと思うし、そういったものを見るのもすごく心に刺さって感動を覚えることも多いです。改めて自分自身の古い作品をこうやって見てると、今書くことができないようなタッチとか表現方法、作風、そういった感じなんですが、もうその苦しみから抜け出してから書いた作品も何年かこの時代に発見したこの絵の描き方っていうか、そのタッチとかそういったものを作風に取り入れて何年か書いてるものもあって、どんな状況にあってもなんかプラスの面っていうのはあるんだなと、なんかその苦しい時があったからこそその後の何年かの作風に今もそれが残ってるところもあるかもしれないんですけど、その頃の発見っていうのはプラスなことだったんじゃないかと思っています。そしてまた苦しみとか悲しみの感情っていうのは芸術的ななんかそのエネルギーっていうのを発揮しやすいんじゃないかなという気がしています。たくさんのアーティストがそのネガティブな感情で素晴らしいアートを作り出しています。私はそれはそれで素晴らしいなと思うんですが、私自身はできれば楽しい作品を描いていきたいなと思っています。世界には世界だけじゃなくて私の身近な人たちもそうかもしれませんが、ものすごい苦労をしてたり辛い思いをしている人がたくさんいらっしゃると思います。幸運なことに私は身の回りの小さな幸せを楽しむことができています。まあいつだって小さな不幸を探そうと思えば見つかるし、それで辛くなろうと思えばなることはできます。そしてそのことによってネガティブなエネルギーで作品を作ることもできるかもしれません。そうやって素晴らしい作品ができたとしても、私は辛いのは嫌なので、楽しいことに目を向けて楽しい作品を描いていきたいなと思っています。楽しい作品を描くっていうか、絵を描くことを楽しみたいと思っています。ただ楽しいアートもあれば苦しみと悲しみのアートもある、いろんな感情が素晴らしいアート作品を生み出すんじゃないかと思っています。今回の動画は前回の動画でいただいたコメントを参考に考えたテーマです。そんなわけでいつもコメントや高評価、それからご視聴していただいている皆様に感謝しております。そんなわけで今回の動画は以上とさせていただきます。この動画が良かったと思った方はいいねやチャンネル登録、それから動画の感想などもコメントでいただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。